は皆さんからいただいたメールを紹介していきます。今日のメールテーマはクラゲのように生きてますです。早速読んでいきましょう。ラジオネームがっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。土屋さんこんばんは。こんばんは。私の影響されてるなというエピソードとして一つ例を挙げるとしたら、それはエナジードリンクです。私はもともとエナドリは断然妖怪派だったのですが、土屋さんが赤牛派なのをきっかけにそちらも飲むようになりました。完全移行ではできていませんが、これはエナドリに限った話ではないのですが、気がついたら推しの好きなものを手に取っている、影響を受けているというのは誰しも心当たりがあるのではないでしょうか。今後もたくさん影響されていくんだなと思いながらクラゲのように生きていきますから、ということでありがとうございます。あ、でも推しの影響ってやっぱ受けるのかな。確かにそれはあるかもね。なんかあんまりね、私推しというものがあんまりこうしっかりできたことがない人生なんですけど、それでもねやっぱわかるわ。なんかちょっと前に推しができましたっていう話をね、このラジオでも言った気がするんですけど、なんかやっぱその子のテーマカラーとかを見かけると、あーなんかってなんかこう欲しくなっちゃって、今まで自分が好きなのは、まあ例えば私は青とか白とか黒とか黄色とかそういう色が好きなんですけど、真逆の色ね、ピンクとか絶対手に取らなくても、なんか例えば推しのカラーがピンクだったらなんかピンク手に取っちゃうとか、そういうのありますよね。はい、まあエナドリの妖怪派、赤牛派って初見で何もピンとこなかったんですけど、まあこういうのってことですよね。妖怪派、これですよね。これこれですよね。妖怪派は、妖怪派はこれで、赤牛派はまあ私がいつも飲んでる青いやつですね。はい、ありがとうございます。まあ、推しの影響は確かにあるかもしれない。続きまして、ラジオネームバスターさんからいただきました。ありがとうございます。土屋さんこんばんは。こんばんは。今日のテーマの周りに影響されたエピソードですが、僕の場合はブログを書くことです。ブログ。周りの人たちがライブやアニメの感想、日常生活など様々なテーマをもとに各々の思いを書き綴っているのを見て、面白いと思うと同時に、自分も何かに対して感情をうまく言葉にできないことがあり、歯がゆい思いをすることもあったので、言語化することの練習ということで、あまり頻度は高くないのですが、自分の中で書きたいと思ったことは記事にしてまとめるようになりました。へえ。人の書いた文章を読んで面白いと思った表現などを取り入れたりなど、文章を書く練習にもなりますし、書くことや考えること自体が楽しく感じることも時々あり、始めてよかったなと思っています、ということでありがとうございます。結構あるよね。なんかツイッターとか見ててもさ、その感想ブログとか結構出てきたりするんですよね。なんかアニメ、それこそ Q とかもそうですけど、とかアニメがやった後とかライブが終わった後とかに、なんか結構そのライブとかアニメ関連のことをね、ツイッターでバーって見てたりすると結構ブログ出てきたりするんですよ。うん、土屋は見てます結構土屋はみんなが書いてるブログ見てます結構。はい、見られてます皆さん結構ちゃんと読んでます。はい、なんか見かけたらね、なんか全部は多分終えてないけど、なんかこうバーって見てた時に目に入ったブログとか結構読んでたりする。なんかやっぱ感じ方、捉え方ってさ、人によって全然違うから、なんか私の捉え方とみんなの捉え方とか全然違うから、あ、この人はこういう風に感じたんだとかいうのを面白く見てます。はい、面白いなって、人間って面白いなって思いながらブログ見てます。はい、私も見てるかもしれません、バスターさんこれからもたくさん書いてください。ありがとうございます。続きまして、ラジオネームジャイアントインパクトさんからいただきました。ありがとうございます。チャリオこんばんは。こんばんは。よく友人と食事をするとき、何食べたいと聞かれますが、いつも特に食べたいものがないので何でもいいよとカップルの女子のような回答をしています。でも裏はなくて本当に何でもいいんだもん、ということでありがとうございます。これね、何食べたい、何でもいいよ、じゃ中華行く、いや中華の気分じゃないなみたいな何でもよくねえじゃねえかみたいなのよく聞きますけど、ジャイアントインパクトさんはマジで何でもいいんですね。でもわかるな。私も特にね、こだわりがない人なので、なんか食せればいいし、美味しいものが好きなだけだから、そう。なんかね、土屋に選ばせると、肉か魚の二択なの。焼肉か寿司の二択になっちゃうから、友達に選んでほしいなって思う時はありますけど。ね、難しいよね、何食べたいって。でも結局さ、何が出てきても目の前に食べ物があったら美味しいじゃん。それの気分になるじゃん。焼肉出てきたら焼肉の気分になるしさ、寿司出てきたら寿司の気分になるし、中華出てきたら中華の気分になるじゃん。何でもいいんだよね、だからマジで。
難しいよね。こういう時何って答えるのが正解なんだろうね。好きな食べ物何とかさ、私がさ何でもいいよとか言って、じゃあ何が好きなのとか言われても、私割と家庭料理好きだったりするから、ピーマンの肉詰めとか生姜焼きとか、ね、居酒屋行くみたいな感じになっちゃうから、こういうね何食べたいの質問はね、未だに正解の答えが見つからないなって思ってますね。はい、ありがとうございます。続きましてラジオネームビオライトさんからいただきました。ありがとうございます。チャンリョーこんばんは。こんばんは。僕が周りに流されていることは、噂の新しい組を見つけると買ってしまいます。あー、なるほどね。今はお金組がトレンドなので、昨日仕事前に買ったのですが、とても噛み応えが良く、マスカット味なので食べやすいです。お金組の最大の魅力はお金が再現されていることです。1円から500円はそれぞれ大きさも違い楽しめます。チャンリョーもラジオ終わりにコンビニに寄って探してみてはいかがでしょう、ということで、ありがとうございます。土屋も結構グミ食べるんですよ。お金グミ、そう、なんか流行りというもの、トレンドというものをね、知らないのよ、私は。トレンドというものにいつも乗り遅れてしまう。なんかみんながハマって、ちょっと経ってから土屋ハマるんですよ。半年後ぐらいに。だから、今って結構言われるんですけど、そうそう。半年後、一年後とかに結構ハマったり、あとね、ちょっと逆張りオタクの部分があるので。あんまり流行りすぎてると、いや、なんかまあみんなやってるじゃないみたいな感じのとこがあるんですよね。よくないところです。はい、お金グミね、知らなかった。でもお金グミは、どういうこと？マスカット味だから色は全部一緒なのかな。1円から500円玉のさ、お金のサイズが再現されてたりしたら面白いですよね。いくらなんだろう、いくらなんだろうお金組いくらで買えるんだろう。500円が100円とかで買えちゃうってことだよね。どこのコンビニに売ってるんですかね。どこだろうね。なんか結構さ、店舗限定のグミとかありません？ここのコンビニにしか売ってませんみたいな。最近なんかそういうお菓子が多いからさ、なんか買えると思って寄ったら見つからなくて、なんかいろんなコンビニ旅することになっちゃったりして、まあ事前に調べればいいんですけど、調べるということをしないから。ぜひね、このお金組売ってるコンビニ知ってる人いたらね、ハッシュタグとかでつぶやいといてください。土屋の終わった後に見ます。ありがとうございます。はい、ということで、木曜のメールアドレスは qm@joqr.net、 qm の綴りは cuem です。たくさんのメールありがとうございました。